はい、皆さんこんにちは、クアレノンです。今日はですね、120センチオスカー水槽にいるシルバーアロワナとノーザンバラムンディの紹介です。今回ですね、このシルバーアロワナとノーザンバラムンディね、どっちもアロワナなんですけど、この2匹がね、120センチオスカー水槽にね、こう引っ越ししてきて、まあ結構時間がね経過してきて、割と2匹ともこのね120センチオスカー水槽におけるね立ち位置がねはっきりしてきたので、その辺のね経過などを話していければなと思っております。まあもともとね、このシルバーアロワナもノーザンバラムンディも一緒なんですけど、それぞれね1回120センチオスカー水槽に入れて、で1回出してるんですよね、この2匹。これね、他の動画で上がってますけれども、その理由も話してます。まあ簡単に説明すれば、シルバーアロワナをねこの水槽120センチ水槽に入れた時、まだちっちゃかったんで、今よりねやっぱりオスカーの気迫に負けて餌食いがうまくできない、この理由でまた戻したと、そういう経緯があるんですけど、ノーザンバラムンディも全く一緒で、今よりね一回り小さいぐらいの時に一回移してるんですけど、その時もやっぱりこのシルバーアロワナと全く同じ理由で、餌食いがねやっぱりどうしてもオスカーのね圧力に負けてしまってうまくできなかったので、これでは成長がなかなかねできないなということで、また戻したと。でいい頃合いな大きさにねまたなってきてから、シルバーアロワナをまた再加入させて、とりあえずシルバーアロワナはオスカーのねこの圧力に屈せずに負けないでね餌を食べれるようになったので、こうやってもう大丈夫ということになったんですね。でノーザンバラムンディの方もその1ヶ月後ぐらいに、まあいい頃合いだなと、大きさがねまた一回り大きくなっていたので、また再加入させてみたら、まあシルバーアロワナと全く一緒なんですけど、オスカーの圧力に負けずにね屈せずに餌食いができるようになってたので、まあこれでまあ2匹とも定着したと、そういう経緯があります。で今のねこの2匹の立ち位置なんですけれども、2匹ともこの120センチオスカー水槽においてトップ2に君臨しております。最初にねこのシルバーアロワナとノーザンバラムンディがこの水槽に加入した時とは比べ物にならないほど、やっぱこの2匹ね、この水槽内でのね立ち位置が今ね上なんですよね。で特に上なのが、まあおいおい話しますけど、ノーザンバラムンディ、今映ってるのシルバーアロワナですけど、このアロワナのこれね今映ってるやつ、このいかにも気性が荒そうな顔してますでしょ、これノーザンバラムンディって言うんですけど、こっちがねもうアロワナの中で一番気性が荒いって言われてるんですよ、まずは。でその言われてる通りね、その名にたがわずの性格で、やっぱね同居業にねちょっかい出すわ出すわですよ、喧嘩をちょくちょく打ってるという状態ですね。でうちのこのオスカー水槽なんですけど、オスカーがね9匹いるんですけど、1匹対ねオスカー1匹対このノーザンバラムンディ1匹1対1の戦いだったら、もう間違いなくノーザンバラムンディが勝ちますね。そのぐらいちょっかい出して1匹1匹やっつけてってるみたいな、そんな感じですね今ね。でもねやっぱりオスカーもね9匹いますから分散しますよね、9匹いればおのずと。なんでこれ数によって、そのこれがねもしオスカーがね2匹とか3匹しかこの水槽いなかったら、
その3匹、2匹、2匹、3匹のオスカーはね、ボロボロにされている可能性がありますね。そのぐらいちょっかい出すので、なのでね、オスカー水槽にね、この9匹いるっていうことが、まずはこの公園ね、一緒に水槽で一緒にね、泳がせて、一緒に住んでいられる、まあ、要因になってますね。これ、オスカーが多いことが逆に功を奏してるんですね。分散させるっていう意味でね。まあ、これがね、過密水槽って言って、まあ、自分過密水槽好きなんですけど、あの、公園って言って一緒に泳がせるのをね、まあ、気性が荒い同士ってやっぱ喧嘩する可能性が高いので、最悪殺し合いになりますから、魚同士で。それを、なるべく少なくさせる方法として、こうやって、たくさんの数を飼って、その、なんていうんですか、攻撃対象を増やして、分散させるっていう、これが一つの手なんですよ。まあ、このノーザンバラムンディがね、あまりにも気性が激しいんで、ここまで気性がね、荒いとはね、正直、飼う前はね、思ってなかったので、で、まあ、ここまで強いとも思ってなかったので、結構驚いてるんですけど、ほんと、最初ね、飼った時ね、15センチぐらいで飼ってるんですけど、そのぐらいの時はね、そんなでもなかったんですよね。20センチ超えて25センチぐらいからかな。急に、やっぱ気性の荒さがね、増したというか。でもね、なんか、他のね、アクアリストの方とか、YouTube とかでね、ノーザンバラムンディ飼ってる方とかね、見てると、うちのノーザンバラムンディはまだね、マシな方だと思います。これでも。ちょっかい出して、まあ、喧嘩も売るんですけど、なんだろう。そんなにもう激しくしつこくっていう感じでもないので、まあ、ちょいちょいちょっかいは出してますけど、その本当にしつこく一匹をね、いじめ倒すとかそういうんでないので、まだねマシなんですけれども、でもね、もうこの今ね動画でもフクラオセラリスね追いかけ回してましたけど、もうこうやってちょっかい出すわけですよ。でね、こっからが、まあ、アクアリウム七不思議、アクアリウムあるあるの話になっていくんですけれども、このパロットファイヤー、ね、この可愛い丸っこい体してるやつね、この口が笑ったみたいなね、このマスコットのような魚、このね、パロットファイヤー5匹入ってるんですけど、このパロットファイヤーには一切ちょっかい出さないんですね、ノーザンバラムンディ。これはまたね、アクアリウムあるあるというか、パロットファイヤーあるあるって私は言ってるんですけど、もうね、このパロットファイヤーっていうのはね、攻撃されないんですよね。攻撃ね、もちろんこのパロットファイヤーね、気性がね、一応荒いんですよ、こう見えてもね。姿、形では想像できないかもしれないですけれども、そこそこ気性が荒い魚なんですけど、相手にね、その危害が与えられない魚なんですね。口がちっちゃくて歯がないので、だからちょいちょいちょっかい出してても可愛い感じにしか見えないっていうね、すごいピースフルな魚って私はね呼んでるんですけど、友好的ではないんですけど、なんだろう、こういう気性が激しい魚たちがいる中にボンって何匹か入れとくと中和される、中和剤のような魚なのがこのパロットファイヤーなんですね。で、まあパロットファイヤーがね中和してくれている要因っていう話今しましたけど、このねオスカあるあるもあって、うちのオスカだけかもしれないんですけど、このオスカ9匹いるんですけど、タイガーオスカっていうのとワイルドオスカっていう、この黒っぽいのがワイルドオスカっていうんですけど、この種類はノーザンバラムンディにちょっかい出されてるんですよ、軒並みね。ただこのね白っぽい体にオレンジ色の模様した、オレンジ色の目したこの3匹アルビノタイガーオスカーっていうんですけど、このアルビノタイガーオスカー3匹にはなぜかノーザンバラムンディちょっかい出さないんですよね。これね、私自身の勝手なオスカーあるあるなんですけどね。このアルビノ
オスカーってね、まあ、アルビノ個体ってもともとどの魚も、まあ、アルビノ個体って大体いるんですけど、その目がね、視力があんま良くないんですよ。このオレンジ色してるでしょ、目が。このオレンジ色をしているのが原因で、あんまり目が良くないと言われているんですね。目が見えないわけじゃなくて、見えているんですけど、あんまり良くないと。で、まあそのせいなのかどうかわからないんですけど、私はその目があんま良くないせいだと思ってるんですよね。そのあんまり他のオスカーに比べて攻撃性がね、少ないんですよね。要は、他のオスカーは、まあ、オスカーってもともとシクリット系って言って、まあ、気性が荒い部類に入るんですけど、その中でね、その、アルビノオスカーっていうのは、やっぱり目が悪くて、どうしても、なんていうんですかね、その分おとなしめなんじゃないかと。私の推測ですよ、これ完全に。今まで飼ってきて、やっぱアルビノオスカーでめちゃくちゃ気性が荒かったオスカーっていないんですよね。みんな割とおとなしめというか。まあ、ね、なんでも魚って個体差があるんで、もちろん気性が荒いって言われている魚でも、その個体差、性格がありますから、その性格でおとなしめのやつっているんですけど、これアルビノオスカーに関しては個体差とかじゃなくて、やっぱり今まで何匹も飼ってきてますから、わかるんですけど、他のオスカーに比べて、やっぱり攻撃性が明らかに少ないと思うんですよね。なんで、その分、ノーザンバラムンディもやっぱり、その、攻撃ちょっかい出して、それに対して、攻撃を防いだり、やり返したりしてくる魚に対しては、さらにやるわけですよ。気性が荒いからね。気性が荒いからやるわけですよ。だからそのアルビノオスカー以外のオスカーはこうノーザンにバラムンディにねこうちょっかい出されると抵抗するわけです。もう逃げ回るだけじゃなくてそれなりに抵抗はするのでそれに対してまたやられるっていうね感じなんですけど、アルビノオスカーはねやっぱそういうちょっかいも絶対出さないし、そのまあ本能的にねそのわかると思うんですよね。だからパロトワヤがやられないように、なんだろう。攻撃対象になってないんですよね。ノーザンバラムンディから見てね。そう、攻撃対象になってない感じなんですよね。これが本当オスカーあるある、オスカー七不思議の一つなんですけれども。まあ、この辺ね、オスカーのね、紹介でまた違う動画でね、オスカーの魅力とか、語る動画でいっぱいね、オスカーあるある、していきたいと思ってますけれども、まあそんなこんなで、その要はアルビノタイガーオスカー3匹とパロットファイヤー5匹に対してはノーザンバラムンディはちょっかい出さないと。でシノドンディスっていうねこのちょっと目立たないねナマズがいるんですけど、まあこれにも全くちょっかい出さないんですけどね。それはまあシノドンディスに関してはまた違う動画でね紹介しますんで、その時話します。で、その、ちょっかい出さないという感じですね。ノーザンバラムンディに関しては。で、もう一匹のね、このアロワナ、シルバーアロワナ。こいつはね、気性はそんな荒くないです。ぶっちゃけ。もう一匹いるんですけど、もう一匹も荒くないし、ほぼほぼ攻撃しないです。ただ、ノーザンより多分上なんですよ。これね、なんでかっていうと、ノーザンとこのシルバーアロワナは、お互いにやり合ってるのはほとんどないんですけど、まあ、喧嘩ですね。喧嘩しないんですけど、まあ、たまにね、こう、ちょっかいノーザンはシルバーには出さないんだよね。ただシルバーがたまにこう、甘噛みじゃないけど、ノーザンに対して、ちょっと噛む感じで、ちょっかい出すときがたまにあるんですよ、たまに。それに対してノーザンはね、やり返さないんですよ。逃げるんですよ。なんで、力関係で言えば、シルバーアロワナはノーザンより多分強いんですね、これ。ただ、他の魚には一切ちょっかい出さないので、静かにトップに君臨しているのは、このオスカー120センチ水槽の中では、このシルバーアロワナ。
だと私は思ってます。今んとこね。で、もともと最大体長もシルバーアロアのアロアナは、野生下では1メーター超えるって言われてますから。で、ノーザンバラムンディはね、野生下では体長60センチですから、もう倍ぐらいなんですよ。だからやっぱでかい方が勝つみたいな理論じゃないですけど、まあそれなりにね、気性は激しいのはノーザンバラムンディなんだけども、やっぱシルバーアロアナはやっぱこれからもっとでかくなるし、まあノーザンは今の体長よりね、ちょっと大きくなるぐらいだと思うんですよね。今40いくかいかないかぐらいなんですけど、多分行っても50ぐらいで止まると思うんですね、この水槽だと。でもシルバーアロアナはまだまだでかくなります。この水槽でもね、下手したら80センチいく可能性もあるので、やっぱその辺の潜在能力というか、今でもね、体長つって長さはシルバーの方が大きいので、まあただこの体高つってね、厚みとか高さはノーザンの方が若干ある感じなんですけど、やっぱ体力的なものなのか潜在能力的なものなのかわからないですけど、シルバーが一応ノーザンの上を行っていると。ただ他の魚にシルバーはちょっかい出さないので、これが一番いいんですよ。一番強い魚が他の魚にちょっかい出さなければ、このノーザンがね、一番てっぺんに君臨してない分だけそれもまた分散されるんですよね。だから強い魚が一番ちょっかい出さないっていうのが理想的。これが混泳のね、気性が荒い魚同士での混泳の理想的な形と私は思っています。まあ、今回ね、シルバーアロアナとノーザンバラムンディに焦点当てながら、気性が荒い同士の魚がね、いかにして混泳をうまくさせるかという話をね、なかなかと語ってきましたけれども、混泳っていうのはもう絶対がないので、これはもうやってみなきゃわからないです。個体差もあるしね、性格もあるんで。混泳にね、絶対はないっていうことを言いましたけれども、その中でもね、成功に近づける秘訣をね、語ってみました。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。